旦那様起きてください旦那様あ、やっと起きてくださいましたおはようございます旦那様あら、どうなさいました私は誰ですか <laughs> まあ、そうでした申し訳ございません自己紹介が遅れました 私メイと申します旦那様が日頃愛用されているヘッドホンそれが私の正体でございます以後お見知りおきをうんどうかなさいましたか旦那様 <laughs> やはり信じてもらえないようですねそれも仕方ありませんですが 今の私に残された時間は限られていますそれまでの間に私はやらなければいけないことがあるのです「旦那様、どうか私に耳かきをさせてもらえないでしょうか」ってあら旦那様、いきなり笑い出してどうなさいました あまりに予想外だったので、笑ってしまった。もう、旦那様、私は真剣なんですよ。今更謝っても遅いです。<laughs> 嘘ですよ。ただちょっと、仕返しに旦那様を困らせてみただけです。<laughs> うん、では。 改めまして、旦那様、私に耳かきをさせていただけないでしょうか。あ、本当ですか。ありがとうございます、旦那様。では、準備をするので、旦那様は一旦部屋の外で待っててください。 何をするんだ、ですかそれは、秘密です。<laughs> でも変なことはしないのでご安心くださいほーら早く部屋の外に出てくださいなるべく早く終わらせるので少しだけお待ちください準備ができたらこちらからお呼びいたします ではお待たせいたしました入っても大丈夫ですよ驚きましたか旦那様見ての通り 少し部屋の中を変えさせていただきましたカーテンを閉めて日光を少なくし代わりにアロマキャンドルの光と香りで雰囲気を整えましたさらに耳かきをする際にゆったりとしていただけるようにお布団を敷かせていただきましたそして <laughs> 似合ってますか私の和風メイド服はただのコスプレではありませんよ私が膝枕をする際、旦那様が頭を楽に乗せていただくためにこれが一番なんです実際に頭を乗せていただければすぐわかりますそういうことなのでこちらへ。 どうなさいました私はいつでも大丈夫ですよ。あ、もしかして恥ずかしいのですか <laughs> 旦那様にもそんな可愛いところがあったのですね。あら、ごめんなさい。ですが正直私も恥ずかしいのですよ。 膝枕をするのはこれが初めてなんですから。でも同時に嬉しくもあります。旦那様に膝枕をしながら耳かきをするのは私の夢でしたから。では、お膝にどうぞ。<laughs> 少しくすぐったいです。 旦那様に気持ちよくなってもらえるように私、精一杯ご奉仕いたしますでは始めますねどうでしょうか旦那様。 気持ちいいですか？わあ、いっぱい溜まってますね。 あまだですよまだです。この たくないですか <laughs> じゃあ、気持ちいいですか <laughs> じゃあ、よかったです。 どううだったでしょうか。旦那様に満足していただけたようで何よりです。なぜ耳かきをしようと思ったかですかうんー一言で言えば恩返しです。旦那様には毎日大切に使っていただいていますからそれに旦那様は いつも寝る前に動画サイトで耳かき音声を再生されていらっしゃいますからなので私も耳かきをしてあげたら旦那様も喜ぶのではないかと思ったんです旦那様が耳かきが好きなこともちろん知っていますからねそれでは反対側も始めますね。 私が人間になれた理由ですかうん。実は私もよくわかりません。気づいた時には人の姿になっていたのです。旦那様はつくもがみをご存知ですかアミニズムの一種で長い年月を経て、 神様や精霊が宿った道具のことのようですよ私自身がつくも神かどうかは分かりませんが旦那様に大切に使っていただいた記憶は確かに残っていますなので旦那様のおかげで私と旦那様は出会えたんだってそう思えるんです こちらも終わりです。ね。では、こちら側も。旦那様 <laughs> どうやら気持ちよすぎて眠ってしまわれたようです。ね。しかし、旦那様がお目覚めになる頃には、私は。 旦那様、わずかな間でしたがありがとうございましたこれからもできるだけ長く私をおそばに置いてくださいそれが私の一番の願いですから大好きです 旦那様